はい、えー、こんにちは。えー、今回の動画がですね、2022年最後の動画になるので、まあ何についてね、話そうかなと思ったんですけど、まあ2023年以降のね、えー、まあ話、まあどういうね、最高の1年にするために何をすればいいのかという話をしていきます。で、まあ今回話する内容はですね、もう聞く人によってはもう当たり前すぎることなんで、まああえてそんなね、動画にするほどのことじゃないじゃんって思うかもしれないんですけど、 でもまだね、えー、なかなか、えー、うまくいってない人とか、まあ、そういう人には若干ね、ためになる部分もあるんじゃないかなと思います。で、えー、ブライアントレーシーってご存知ですかね。わ、えーまあ、からない方はぜひネットで検索してほしいんですけど、ブライアントレーシーの YouTube 動画、僕も結構見てるんですけど、彼が最後ね、動画の締めくくりに言っている言葉があって、それはですね、If you wanna change your life, take action, take action, take action. っってていう風に言ってるんですね人生を超えたけれ変えたければ行動しなさいという風に言ってるわけです。だから、行動が全てなんですね。で、中にはですね、こうビジネス、まあ、副業も含めですけど、何かじゃあそういう収入を得るためにやっていきたいっていうことで、えーまあ、取り組み始めたけども、1年経っても、2年経っても、3年経っても、全然進捗してない人もね、 中にはいると思うんですでそういう状態がずっと続いていったら、5年たとうが10年たとうが、多分何も変わらないんですね。ずっとこの企業準備中みたいな感じになるわけですよ。た例えるならね。だから、年数の問題じゃないんです。あと何年すればうまくいくとかじゃなくて、まず根本として、行動していないっていう自分を変えていかないといけないわけですね。 そうしないとおそらく1年後も今とね、全く変わらない。何もほとんど変わってないっていうふうになるんで、まずは今年とか去年とかね、まあこの2、3年とか振り返ってもらって、その当時の自分からどれぐらい今の自分が進んでいるのかってことをまず見直す必要があるわけですね。でもしそれでほとんど進んでないんだったら、その考え方とかね、っていうのを変えていかないとおそらく来年も行動しないし何も変わらないということですね。行動と結果はセットなので、 行動して初めて結果が伴うわけです。家にこもって、ひたすらね、お金持ちになりますようにって、こう、紙頼みして,していても何も起こらないんですねで。逆に言うと行動すると何かしらの結果が出るわけですよ。いい悪いは関係なく。で、行動しない人の多くがですね、やっぱり失敗に対する恐怖とかメンタルブロックっていうところがあると思うんですけど、まあ、この失敗っていう言葉をぜひこう書き換えてもらって、失敗の中には学びがあるわけですよ。 必ずね、うまくいかなかった。だからそこはある意味ね、ね、えー、成長の種が隠れているわけですよ。つまり、失敗っていうのは成長につながる種だというふうに考えてもらうと、まあ、失敗悪いことじゃないしで、失敗するためには行動しないといけないわけですね。結構、まあ、こう、人によってもまあそういう人もいるんですけど、失敗を避けようとする人がいるんですよ。ノーミスで成功しようとする人がいるんですけど、そんなのはどんなね、天才であっても無理なので、 めちゃくちゃ天才の人でも何度も何度も失敗してるわけじゃないですか。エジソンとかもそうですしね。だから失敗せずに成功するって無理なんで。っていうことは失敗を避けるってことは、つまり成功をもう遠ざけるっていうことになってしまうので、とにかく失敗を恐れずに行動する。最初は小さくていいんですよ。そんなに大きな行動を取る必要はないので、小さい行動を少しずつ取っていく。そうすると、ちょっとずつですけど、ゴールに近づいていくわけですよ。ね、歩いていくときも、1日例えばね、 1>, 1キロしか歩けなくても、100日続けばね、100キロ進むじゃないですか。みたいな感じですよね。だから、その行動するのが怖いっていう人は、まずは小さく行動する。何もしないよりは行動する方が絶対にいいので。で、行動し続けてると、自動運転になるんですね。行動する自分が当たり前っていうふうになるから。だから、例えばブログを毎日書いていて、ね、それが習慣化して、自分のコンフォートゾーンとなったら、ブログを書かないとかっていう。 ことの方がむしろそわそわするというかねなんかこう居心地が悪いっていう風に感じるようになるわけですよそれがもう自動運転状態になってるわけですね行動しない自分がなんか違和感があるとかっていう状態になるわけですだからその状態を持っていくためにはやっぱり行動し続ける継続し続けるってことは大事で逆にそういう状態ができたら勝手にうまくいくと思いません、ね。だって行動しないとそわそわし違和感があるわけだから勝手に行動するわけですよ だから遅かれ早かれ、ね、まあ、いい方向に進んでいくっていうふうになるわけですよ。でもその、それが習慣化定着する前に、こう、ね、やらない。やめてしまうっていうふうになるから、結局、何も変わらない。元通りに戻ってしまう。まあ、現状に引き戻されてしまうっていうふうになるわけですね。最初はやっぱり大変なことも多いと思うんですよ。まあ、情報発信もしっかりですし、まあ、コンテンツ販売とかね、作成とかもしっかりですけど、 一回目、二回目って慣れてないから時間かかるし、ものすごく大変なんです。でもそれを何度も何度もやってると、もう無意識にできるようになるんですね。車の運転と一緒ですよ。車の運転も最初は、ね、慣れてない頃って頭使いながら運転するじゃないですか。すごい意識使ってね。でももう慣れてくると何も考えずに、ね、無意識で運転してると思うんですよ。だからああいう状態になるんですね。無意識でできるようになるっていうのがもう本当にそのスキルが定着している証拠だから、そのためには何度も何度も数をこなす。 とにかく情報発信をいっぱいするとかね、コンテンツいっぱい作るとか。やっぱりビジネスってこうね、実践経験が必要なので、その機上の勉強だけでうまくいくものじゃない。やっぱり現場に出て実践経験をつく積むからうまくなるし、ビジネスの勘とかね、センスっていうのは磨かれるわけなんで、どんなに勉強していてもね、そんなこう成果が出るもんじゃない。学校の勉強と違うから、ね、学歴が優秀な人は必ずしもビジネスで成功するとは限らないわけですよね。 うん、っていうふうに考えてもらうと、もちろん知識を入れるとかってもすごく大事ではあるんですけど何よりも大事なのは行動。もし自分が、ね、来年1年、2023年全く行動しなかったら、多分今自分より後ろにいる人にも追い抜かれてしまうわけですよ。1年間その人がもし必死に、ね、行動していたら簡単に追い抜かれてしまうんで。とにかく、まだ行動できてない人は、2023年はですね、もう行動するっていうことをとにかくやってみてほしいです。 あの小さくてもいいから、何もしないよりはもう100倍とかね、1000倍以上マシなんで、それがまず人生を変える第一歩になります。どんなに、こう、なんだろうな、勉強してますとかってね、インプットしていても、リサーチという名のネットサーフィンをしていてもですね、何も人生は変わらないので、ぜひこの実践に移す、テイクアクションですね。 ということを心がけて2023年ですね、最高の1年にしてほしいと思います。